設楽さんでさ、やっぱりそうやってプロ意識持って節制してやってるわけですよ。うん。そういうのはやっぱり設楽さんって本当に何もしないですよ。そうだね。いや、それが、だから気に食、まあ、気に食ってんじゃない気に食わないっていう気に食わない。でも嬉しいよ、そりゃ。有吉がそういうふうに思って、俺を、要は思ってくれてるわけでしょ。何なんですかね、これ。何でも受け止めてるみたいな、自分。違う違う、それはさ、バナナマンとさ、有吉っていうのはさ、いわゆるもう俺からしたらさ、こう戦友的なね、そういうイメージだから、その悪口として捉えられないんだよね。アドバイスって、そういう、俺もそうだもん、有吉に言うことは。だからね、設楽さんはね、それをね、だからね、言い訳にしてるっていうか、気に食わないです。だからその、前回も言いましたし、そこから変わってないんだけど、やっぱまだ依然として1万円返してもらってないとかね。この話は言いたくないですよ。何でしたっけ、その1万円って。前回なんかありましたよね、そういう話。その、前回は1年ぐらい前に来てもらったよ、そうでしたね。10年ぐらい前ですかね、もう7、8年ぐらい前に、設楽さんがまだそんなお金もない。はい。っていうおっしゃってましたよ。ね、で僕はまあそこそこ猿岩石でお金があった頃に、先輩でありながら、ちょっとヘルスの金を貸せと。2万円借りたの。2万円。2万円借りたんです。はい。それで、それ以降今お金がもうできてる。多少1万円返せって言ったらもう返せるぐらいの状況にあるのに、1万円まだ返さないわけです。うん、それを、だから返せって言ってんな、どうして一万円を返す。そうすると、また言うわけですよ。うん、いや、それは戦友じゃないかとか。そう、おかしくないですか。そういうのも一つの例としてね。うん、だから俺はもう、じゃぶっちゃけ言っちゃうよ、これ。お言っちゃぶっちゃけるんですかね。有吉は、もうこの話で、1万円以上儲けてますよ。もう、買ったわけよ。買ったわけ。そんなね、関西芸人みたいなこと言わないでください。そんなね。だから。おもろいネタやないか、みたいな。俺はね。おかしくないですか。じゃあ、だから、じゃあ、もっと、じゃあ、そういう風に言うんだったら、俺もっと言わせてもらうけど、はい、俺はその一枚有吉に返すんじゃなくて、返すんだったら、もっとお金がない後輩に返すよね、それを。それで風俗行ってこいっていう。いや、それはおかしいですよ、やっぱり。僕の本当に一番苦しい時期の、知ってんのに1万円返してくんないですもん。僕、本当のあの時1万円欲しくてしょうがなかったんですよ。本当に1万円で。去年でしょ、去年のことでしょ。本当にですよ。本当に1万円で、今月の家賃がっていう生活してたんですよ。その時の1万円ですから。お今で言うもう本当100万、200万だもん。それを返してくんないですから、平気で。それではごめん、じゃあ。ごめん。もう笑うしかないです。ごめん。それはごめん。いやいや謝りましたよ。はい。返さないってことですね、じゃあ、それは。今居直ってるんですか、ね、今は返さない。返せない。だって。返せないって何ですか、うん。確かにね。なんか、それがあるから、よく、それがあるから、繋がってるみたいなところがもうあるわけ。そう、1万円で。うん。彼女と彼氏みたいなのもあるじゃん、そういうの。この荷物取りに来られちゃうと、もう完全に切れる。なるほど。戦友ですよね。戦友。だってそれもう関係ないじゃないですか。たった1万円で繋がってるんですか、僕としては。いやいや、違う違う。それは、その、気持ちってさ、形になってないもんだし、はい、何かに残ってるもんじゃないけど、はい、過去の思い出の中に、はい、要は物質的なものが今俺らにあるわけじゃん。はい、それを、要は1万円がどうのって話じゃなくて、それが、もう、物体として残ってる以上、その関係はあるっていう。それにしが、それをだから集約して1万円つってるけど、1万円返せるよ、ぶっちゃけね、そりゃ。そうそうそう、返そうと思った、はい。だって今だって持ってるし。はい、だけど、返せないっていうのはそういうことよ、理由は。あの前回1年前にお会いした時の理由は、7000円しかねえんだと。去年ですか？あれば返すんだけど。去年はあれば返すんだけど。あれば返すんだけどとおっしゃったんです。去年はね。今日手持ちがないんだと。はい、今日は確実にあるわけですよね。今財布開けました。うん、ある。あるんですよね。じゃあ返してください、それは。いや、だから去年とも理由が変わってるよね。理由なんて変わるもんなんですか、そんなに。どうなんでしょうね。それは、なんだろうな。いや、僕もくどくどこんなこと引っ張りたくないですよ。そのお決まりのコントみたいになっちゃうの嫌ですけど。うん、だし、こうなるんですもん、やっぱり。でもさ、俺別にさ、有吉と他の現場で会ってね、はい、有吉見たら、あ、1万円って言われるから逃げようとか言うのないじゃん。はい、うん、おいっつって。まあ、
反省のかけらもないですよ、ね。それで、別に有吉も他の現場で1万円貸してくださいよとは、そこまで請求してこないじゃん。違う、違う、それは。それは分かってんの。だから、はい、有吉も同じ気持ちなんだなって思ってる。どういう気持ちですか？その証だと、俺らの。違いますよ。約束の場所みたいな。僕が他の現場で1万円のことをうるさく言わないのは、うん、そんなんでギャギャ揉めてたら、他の芸人さんが、おうおう、どうしたら何揉めてんだと、うんうん、面白いことやってんのかと。まあ入ってくるね。入ってきますよね。入ってくるね。そこで僕がその、まあじゃあヘルスでっていう話をして、うん、1万円返してくれないんですよって言うじゃないですか。うんうん、そう、またそんなネタみたいなことしてんのかと、言われるじゃないですか、うんうん。そんな恥ずかしいじゃないですか。そんなくだらない1万円やりとりなんて、どうでもいいんだろ、本当はお前らって。そう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 。だけど僕は切実に1万円が欲しかったわけですよ。その、だから言ってんですよ。でも今はもう違ってるわけじゃん。違います。今だって欲しいですよ、本当に。いや、それはさ、一万円。金の貸し借りが一番そうでしょう。絆とかがなくなる原因の一つでしょう。今こう実際揉めてんのそうじゃないですか。今ここヒビ入ってるじゃないですか。僕本当に気に入らない。俺ヒビ全然ツルツルの丸だと思ってる、今。で、それ借りた方の言い分でしょう。ヒビなんか全然入ってないと思う。そうですか？うん、入ってる？いや、返してほしいです、僕は、それは。もう、この件はもう、今日でさっぱり終わらせたいです。俺は嫌だ、それは。これ譲らないな、お互い、これ。それできない。で、そういう言い分もわかるけど、だったらそれはごめんと。うん。ごめんなさいっていうのはわかるけど、1万円は返せないっていうのは、さっきも言ったように、それが俺らの絆であり、あの時の思い出だし。いや、借りて返さない方がいい人間だ、みたいな話になってるでしょ、今。俺がなんか取り立てるみたいな話になってません今。で返す、まあ、1万円を、じゃあ、返すとしたら有吉じゃなくて、はい、その、別の人へ返すって形だったらあれだけど、今有吉に直接返すから。それはおかしい。僕が一回1万円預かって、それで僕が設楽さんの後輩なりをヘルスに連れていく。それが筋でしょう。設楽さんの後輩を有吉ヘルスに連れていく。まあまあね。その、そういう意味では。設楽さんが後輩をその1万円でヘルスするときって、俺何にも関係ないじゃないですか。僕に感謝の言葉も一つないですよ、そんな。オタクの後輩に。そんな、理屈でやってるんですよ。めちゃくちゃやってんだもん。もう本当に、いい加減した方がいいですよ、俺、本当に。鼻が出ちゃうの。ごめんね。ね、ちょっと。ごめんなさいね、体調が悪い。うちの人は今、ライブの稽古中でして、日村さん。疲れプラスのクーラーです。で風邪をひいてますよ。日村さんだとおかしいと思ってるはずなんだもん。俺もさ、有吉ともっといろんな話したいわけよ。したいですよ、僕も。毎回ここで1万円返すとかさ。だからこれはだからその件でスッキリさせましょうっつってる。とりあえずじゃあ違う話しようよ。せっかくこういう機会なんだしね。なるほど。そうしましょう。夏。夏ですけど。うん。夏でない。夏。ねえ、なんかどうするの予定とかあるの？いや、それより1万円でしょ。いやいやいや。夏の話したい。じゃあ分かった。じゃあ、冷静に、これは、今、この話になると、ひまさん、じゃあ、入ってこれないから、一回ひまさんと話してみて。うん、俺は客観的に見てみるわ、うん、俺、だから、何にもない人じゃん。俺、今、この件に何の関係もない人じゃん。はい。うん。まあ、そうか。うん。ちょっと一回、それで、せっかくこういう機会だし。ひまさんとですか？と、その話をしてみて。うん。バカげてんな。どうしたの？あれし。え？どうしたの？いや、どうしたね。いや、別に、その、日村さんと僕が、今、急に話せって言われたんですけど。うん。何、何？何、何じゃない。僕、別に話ないんですよ、だから。いや、なんか話があるって。だから、ちょっと有吉と話してこいって、俺、ちょっと下さんから言われたから、ちょっと来てんだけど。どうしたの？日村さんは、年上なのに、そんなに下さんより下なんですか？おかしいでしょ。ちょっと、言ってくから。いやいや、だから、ちょっと1万円の話なんですよ、だから。1万円って何？まあ、繰り返しになるな。それは聞いてたじゃないですか。別にね、僕は、このポッドキャストでコント一緒に来てるわけじゃないの。別に。だから別にその下りをもう一回話してとか別にいらないですよ、別に。俺コントとか苦手だっつってんじゃん、最初から。1万円って何？なんであんた貸し食ってんだよ。いや、やってみてって。やってみてって何ですか、その感じ。1万円の下りを日村さんとやってみてって。今？うん。俺だと話にならないんでしょ。いや、僕感情的なこと喋ってんだから、急にそこ日村さんとコントやれって言われて嫌だよ。コントじゃなくて感情論よ。感情論だからあんたに言いたいんだって。一番、プラマイゼロのナチュラルな日村さんとやってみて、俺を客観的に見たい。いや、それを客観的な意見聞くのは、今、二人のやりとりを見てた。どんどん。日村さん。どんどん。日村さん。有吉、日村、どんどん。
俺そんな。だんだん。ピンポン、ピンポン。俺はね、そんなコントに乗っかるような芸人になりたくね。ガチャ。あ、有吉、いいんじゃん。ちょっとあの話ししょっとしてこいってさ、設楽さんがちょっと言うから来たんだけど、こんなもん乗っかったらダメだよ。ジョジョみたいなもんでしょ。相手の得意なフィールドにわざと挑戦する必要ないですもん。最初からいや勝負をするのかってイエスって言わなきゃいいんですもん。いや違う違う、そんな勝負とかじゃなくて、1万円のくだり俺と話してたってラチ開かないでしょ、うん、はい。だから日村さんと話してみて俺客観的に、いや分かります。じゃあその客観的に話すのは今までの設楽さんと僕のやり取りを見た上で、日村さん、今の話どうですかって話せばいいんでしょ。なるほど、コントとして。それを急にコント始めて。いや、日村さん、生粋のコント職人だから。いや、まあ、そうでしょうよ。トンコ職人だから。漫才は在満っていうのと一緒よ。うん、はい、コントはトンコ。この番組で流行ってるんですか知らないですけど、別に俺聞いてねえから。わかんないですよ、そんな。トンコ氏、トンコ氏だよ。だから、ごめんごめん。ね、じゃあ、はい、じゃあトンコにしなければいいってことね。いや、そういうことはコントする必要がないっつってんすよ。でもそんな風に言ってるとほらすげえチャイチーなやつだと思われちゃうよ。チャイチーちっちゃい、ちっちゃいだよ。うん、え、それ何から来てんすか。ヒデさんすか。え、ブラザーコーンすか。出てる。違う違う、俺なんかが流行ってんすか。ハガキかコーナーで。いやいや、こう全然ハガキコーナーで流行ってんでしょ。業界用語でしょ。俺ら業界人なんだから。そういうのしない人でしょ。なんで通空クズでしょ。それは分かる。別にそれクズじゃないから。それは、いや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 。それは、意味が分かんないですもん。全く迷宮ですよ、これ。全く分かんないです。もういいですよ、だからそれ。それ一枚のくだりを、あれ、ごんまぼやかしてるだけでしょ。もういいです、いいです、だから。だから、俺じゃあ、普通にトークで日村さん。日村さんとやるのは嫌。それは。俺は。電話鳴ってるよ。高い。電話鳴ってる。なんで電話か。ガチャ。もしもし。あ、もしもし、有吉。あ、日村さん。あ、日村です。うす。今大丈夫？いや、大丈夫、大丈夫。大丈夫？ええ。いや、あのさ、ええ。なんかちょっとわかんないんだけど、ちょっと設楽さんがさ、ええ。ちょっと有吉とちょっとなんか、話してみてくんないみたいなこと言われて。そうなんですよ。え、何、どうしたの？ちょっとね。その、昔の話になるんですけど、ちょっとね、うん、ヘルスでね、ヘルスに行くときに、設楽さんにお金を貸したんですよ、うん、2万円ほど。うん、で、ちょっと、まあ、5、6年前ぐらいに1万円を返してもらったんですけど、うん、もう1万円をね、うん、どうしても設楽さんに返してくれないわけなんですよ。うんうんうん、だからちょっと返してほしいなって思いまして。うん、で、何、設楽さんなんつってんの？まあ、その1万円は、うん、俺とお前の絆だから、うん、返さねえって。っていうふうに言ってんですよね。だそれはおかしいでしょっていう。おかしいのそれって。いや、おかしいでしょ、それは。1万円。え、待って待って、え、うちの設楽さんが、うちの設楽さんが、その1万円は、俺たちの友情の絆って言ったの。そうです。だから俺はその絆を返すことによって、なんかこの友情の絆みたいなものがなくなるのが寂しい。ね、そういった気持ちで言ったって。っていうへりくつを言ってるわけですよ。っていうことを言ったってことなの。そうです、そうです。で、それ何、間違ってんの。いや、間違ってると思うんです。うちのよ。うちの、はい、うちの設楽が言ったことは。うちの設楽って何ですか。間違ってんの、間違ってるって言うの。うちの設楽、社長ですか。ねえ。ねえ。有吉。え、うちの設楽間違った。いや、だから、嫌なのそういうのって。いや、そうじゃないですけど、ちょっと日村さんにも問題があるんですけど。うちの設楽がそういうことを、そういう感情論的なこと言うのってあんまないんだよ。うちの設楽なんていう。見たことないよ、俺そんな設楽。うちの秋元康が。そんな設楽見たことないよ。ね、うちの秋元康が、ね。うちの秋元康が。そんなこと言わないよ。秋元康。言わないよ、うちの秋元康。これ、待ってください。これ、ラチャーかないよ、本当に。え、こんなもん。何普通、コントでも何でも、電話のところだけでしょ、別に。わかった。これ、芸人さんだもんだって、うん、日村さん。はい。だから何すか、大倉とやってみて。ちょ、待ってよ、何ですか、それは。大倉ってのはうちの番組作家です。大倉さんなんて芸人崩れでしょ。え、元ささみゆきという。一番ある作家で多いタイプです。いや、まあ今でも。嫌だよ、そんなのは。いや、今頑張って芸人諦めたわけでしょ。でも、一応さ。才能あるかもしれないけど、芸人っていうのはやめたわけでしょ。だけど、別にそれ。それ僕はコントはできないって自分から言ってるわけでしょ。だからコントじゃなくて、そういうナチュラルにその問題話し合ってんのを俺は客観的に見たいわけ。で、日村さんにやってもらおうと思ったら、やっぱ日村さんは芸人だから、ちょっと、そういうね、客観的に話してるとこができないって思うわけでしょ、コントみたいになって。だから、大倉とちょっと話してみてくれって。嫌ですよ。頼むよ、それは。これは頼む、じゃあ。それで1万払ってもいいぐらいだわ。うん。
二人の会話を見てる。そう、ね。そう。いや、違う。だから、不愉快なのが、必ずその、最初から下りやんなきゃいけないんですよ。じゃあそこは。それもう、ポッドキャスト聞いてる人も、めんどくせえんじゃないかなと思うわけ。じゃあそこは、省こ。え？省く？そこは知ってる状態から話そう。もう今はこの状態で、大倉の意見を聞いてみる。まあ、わかんないですよ。だからね、大倉さんね、はいはい、聞いてたように、はいはい、設楽さんが結局1万円をね、うん、僕と設楽さんの友情の絆だっていう理由で返してこないわけですよ。うん、これおかしいでしょっていうんです、1万円は。まあでも、そういう絆がある、それによって、絆が、ごめんなさい。それによって、そういう絆が生まれるってことによって、うん、結局今ここで言い争いとかもできるし、その。だからお前、関西芸人みたいなこと言うなっつってんだよ、だから。お前って言われてましたよ、もう。あれじゃないですか。いやいや、だから、言ってること一緒だよ、設楽さんと。だから、これ、設楽さんの、だってもう、息がかかってるの、やつらばっかりじゃない。設楽さんの、言った人間が同じ。じゃあいいよ。言ってんだけ、誰と話せばなっと。誰と話せないよ。本人、お前と話せるんだよ。なんでそんな、会社の偉いさんみたいに、一個一個段階踏まなきゃいけないんですか、こんなもん。下っ端から。下っ端からやっつけてって最後に、設楽さんにたどり着くって話じゃないでしょ。どうした最初にトップに話してたんだから。どうしたどうした有吉。どうしたどうしたまあ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 。いや、ダメだこれ。出た有吉さん。いただきました、ダメだこれ。有吉さんのダメだこれいただきました。うん、まあまあ、有吉さん。まあな。いろいろあると思うけどさ。頑張ろうよ。じゃあ、またね。いつか、ちょっと、わかんないけど、うん、ゲスト来てもらって、その時はまたそういう、あの、近況報告と、あと、お互いのこのさ、あの、要は自分たちが、今いる位置の確認とか、それ1万円の話もできたりとか、もっと普通の話とかしたよね。うん。だから1万円返して普通の話ができるんですよ。普通の話したかったら返せって言ってんですよ、だからそれ。有吉。まあ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 。またね。まあ、ダメだ。これはダメだ。